どうもやわらくん以降、くにチャンネルへようこそーでは、さっそく行ってみましょうさあ、この、扉の向こうは人形でーすちょっとお人形さん大好きなんで、今日はですね、私のこの人形部屋。う、たくいすいません、ひろたみえ子さんです。わからないです 古いですね。ちょっと光っちゃったりしてごめんなさいね。こんな感じ。えー、上にもぎっしりです。あっ、これ、クレアラデビルですね。私、あのー、1ワ1のクレアラデビルの声やってんで。おはよう、アニタ。はンはっはンでーす。これ、くにちゃんでーす。で、これは、大きい等身大バービーです。船で送ってもらいました。あとは、 こんな感じこんな感じまあたいあのー、私はですねあのー、プレイヤーなので箱から出しちゃうんでまあ中にはねこうやって箱に、はい、また入れといて飾ってるのもありますけど大体はこう出しちゃうから価値的にはもうあの箱がないのはないというんですけど今日はですね私の、まあ、人形部屋から私のお気に入りのお人形さんベスト をご紹介したいと思いますまず最初はですねあんまり発売しなかったんですけどあっという間に発売中止になっちゃったかわいいピチピチリカちょっと小麦色に日に焼けてるんですよ私ちょっと頭自分でこうやって言ったりしてますけれどもでちょっとこういう風に斜めになっていてまあ、南国ちょっとイケイケ <laughs> ピチピチリカが 第10位でした。あっという間になんかあの廃盤っていうか売らなくなっちゃったんですよね。これもうすごい古いです。45年ぐらい。もうちょっとかな。50年ちょっとぐらい。第9位は、その、この、これはリカちゃんのピチピチリカなんですけど、それのこれ。リカちゃんって、リカちゃんとか泉ちゃんつって友達も、うん、まあ、出るんですけど、の、 ま、黒いバージョン。これは、南のお友達、リーナ。これがね、大好きなの。この、なんて言うのこの、ちょっといい女っぽい感じこの可愛らしさと比べて、ちょっと、こうね。これも、あっと、まあ、日に焼けシリーズね。これもね、あっという間に売らなくなっちゃったんですよ。ちょっともう、お洋服とか髪型を自分でアレンジしちゃってるんで、もう、純正とはちょっと違くなってるんですけど、これが、10位、9位、 でした。そして、第8位は、くにちゃーんかわいいくにちゃん、くにちゃんですよ、くにちゃん。くにちゃんはね、あの、りかちゃんのお友達として発売されたんですね。山田く子。くにちゃん、小学校5年生なんです。変な顔してますね。<laughs> 似てます くにちゃんです。だから、これは私のお洋服と同じものを作っていただいたんですけど、りかちゃんと同じサイズなので、くにちゃんとりかちゃんで、こう、お揃いで、お揃いで遊ぶことができます。くにちゃんとりかちゃんです。変な顔です。これが、え、第8位でした。7位は、ててーててーてぃてぃて、超汁、超汁出す。 ええー、ダイアップ長州、長州人形がね、最近手に入ったんですよ。すごいでしょ、これ。ねちょっと小さいんですけど、まあ、長州さんがこうやって手に入ったっていうことなんですよ。例えばですけど、<laughs> リカちゃん対長州の戦いとかできるんですよ。どうぞリかよあたし、リじゃあ、かカ,カのこの喋り方じゃなくてえ。えい、ー、えい、ー みたいな仲良くしましょうリカちゃん仲良くしましょうみたいなあ俺あなたはお洋服着てたので俺パッツ一緒ですとすいませんこれはあの家で遊べるっていうねあのそっくりまあくにちゃんもそうですけどあのこういうねそういうのあるんですよそういうのあるんですよってざっくり言いましたけど例えば台から外してないんですけど 最近、あの、ハワイで手に入れたのは、なんと、ハリーハリーハリーポルト長州対ハリーや、えー、お前、ハリーじゃないかええー、みたいな。すいません。もうほとんど、長州が一番気に入ってるみたいな感じになっちゃってますけど。ハリーはね、あの、ハーマイオーニーも手に入ったんですよ。例えば、あ、ハーマイオーニーは一回遊んだんで出してあるんで、これほら。 ローンがね手に入んないのまだローンがないですけどこの二人はあのね結構あの手が動きますポキ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 系ポッコ折れるこういうところがかわいいこれ最近のお気に入りでございますこれが6位えー、5位5位は学生服リカちゃんあのー、スチュアーデ さんとかもいっぱいシリーズはあるんですけどなんとオーダーでですね特別にこう作ってくれるっていうのがあるんですよこれ私の学校は三つ編みだったんですねで制服がこうやって三本線で横がないこの写真を送ったらですねそのまんま作ってくださったもう本当にこれは世界で一個私がオーダーして作っていただきました こういうことできるんですよ、最近ね。これが、えー、第5位で、えー、っとね、第、えー、っとね、第4位 !4 位はね、笑ってるリカちゃん<笑>,笑ってんのほら最初から。このシリーズは結構あのー、あっという間に終わったんですけど、泣いてる、笑ってる、ウィンクしてる、びっくりしてる、とか。これ笑ってるリカちゃん。びっくりしてるのもあるよ。びっくりしてる。 笑ってる。びっくりしてる。珍しいでしょ持ってる <laughs> お兄が好きじゃない人、何のことやらわかんないでしょこれすごい、すごいことなんですよ。そして、第3位。リカちゃんトリオちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃ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 。リカちゃんトリオは仲良しだから。 私リカ、どこへ行くにもリカちゃんとりよ。僕はとる。三人揃って、みんなで遊ぼうさ。リカちゃんとリオは仲良し通りよ。私ずり。ほら、ちょっとこう色っぽいかしてるいでしょこれが、だから、本当はここが相思相愛なんだけど、これの出現によって、ちょっとわたるくんが浮気して三角関係っていう話が、私の好きな話。<laughs> でも、 友情です、みたいな。三人揃って、リカちゃんとリオ。リカちゃんとリオで楽しさ。サンバーイ失礼いたしました。これが、古いよ、これも。古い。もうちょっと、関根さんみたいな感じですけどね。第三位でした。第二位、リカちゃんのシリーズじゃないんですが、ペッパーちゃん第二位堂々の第二位です。 これはね、ちょっと今、春着をあの着せてあげてますけれども、これが、私が一番最初に買ってもらったお人形さんです。えっ、ー、と、3歳。お父さんに嘘をついて、あの、軽病を使ったりして、おもちゃ屋さんで、おままごとセットが欲しいと言って、えー、連れ出して、もうこれ、これ買って、これ買って、って懇願して買ってもらった、一番最初のお人形ちゃんは、 タミーちゃんの妹のペパーちゃんです。可愛いの。ちっちゃいの、ちょっとね。うーん。だからこれが、56年前 ?56 年もありがとうございます。これが第2位。さあ、それでは、ドドの第1位の発表です。ドルル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  ちょっとこうおしゃれしたつもりがぐちゃぐちゃの髪の毛になってますがリカちゃんでーすこれが、えー、7歳の時に買ったりかちゃんの中では一番最初のりかちゃんこのちょっとパンツめくって悪いんですけど胴体がここがまっすぐでへそがあるこれが初代中の初代ですで両手が上がってしまう中が針金でつながっている これが第1位でした可愛がってまーすということで、えー、ほとんど、あの、お人形好きじゃないとわからないような申し訳ございません。今、人形部屋がぐちゃぐちゃになってしまいました。この後は、お片付けーお片付けー片付けるっていうのもね、まあいいんですよ。こう出したら、また着替えさせたりしてね、あのちょっと手入れするんで、これはいいことなんです。さあ今回は、 私のお人形さん好きなベスト10をご紹介いたしましたそれじゃあじゃあ今回もモノマネをしたいと思います今回のモノマネはゴロちゃんの靴をこれ渡るくんの弟のゴロちゃんですゴロちゃんの靴をちょっとおクックをお借りいたしましてこれ拭いてありますから北島三郎さんをやります おお,おおお、どこはお祭りの祭りだ。こんな私ですかお人形好きな方、連絡ください。お人形もうちょっとね、あの、じっくり一個一個紹介したいのもあるんでしょすごい、レアなやつもあるんですけど。はい、ありがとうございました。またいいねとかしてくださいね。じゃあ、くチャンネルでした